南部ヒキガエルは、ヒキガエルかヒキガエル族に分類されるカエル。幼虫以外来生物。アメリカ合衆国体長10センチメートル。体色は褐色だが、黒や赤の個体もおり、変異が大きい。背面には不規則な暗色の反紋が入る。皮膚は、イボ状の突起で覆われる。目の間に一体の骨質の隆起がある。草原や森林、農耕地、民家近く。 都市部等幅広い環境に生息する。陸生で繁殖期以外に積極的に水場に近づくことはない。種商名とレストラスは大地の地上の野イ夜行性で昼間は石や倒木の下等で休む。植生は動物食で昆虫類や節足動物、甲殻類、陸生の貝類、ミミズ等を食べる。素早く舌を伸ばして、 獲物を捕らえ飲み込む。繁殖形態は男性で3から10月に地上の水草や石の下等に長い紐状の寒天室に包まれた卵を産む。分布域では民家近くや都市部で見かけることもある普通種である。夜間になると10日に開い、来襲する昆虫、小動物を捕食しようと大量に出没することもある。ため生息地では人間に、 身近なカエルだと思われる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。しかし2005年に、外来生物法によりヒキガエル属が数種を除いて、未判定外来生物に指定され、ヒキガエル属のほとんどの種の輸入が停止した。本種自体は、流通量が多く輸入例が確実ということで、要注意外来生物には指定されたため流通、飼育に、 好規制はない。2007年頃は輸入は停止していたが、2015年現在は流通が再開されており、主に容体や生体が少なからず、ペットとして販売されている。ありがとうございます。